タタルブ、タタルブ、東東寺、タタールは、モンゴル帝国以前に、モンゴル高原東部に存在した、モンゴル系遊牧民族。原始などでは、東東寺、宗氏では、コムタターと記される。ジンギスカンによって滅ぼされたが、その名は、遊牧騎馬民族の代名詞となり、ヨーロッパに広まってタタールと呼ばれるようになる。また、 宋代以降からオングトブが白だったんと呼ばれたのに対して黒だったんと呼ばれた。タタル部とも表記される。タタルの起源は、モンゴル部同様に6世紀から10世紀にかけて中国東北部に存在した失意であり、8世紀に突血によって刻まれたオルホンヒブンにある三十世、オトズタタルオチョズタタールもこれにあたる。モンゴル部の都市のカブルカンは、 妻のカラルク、カレルックの兄弟であるサインテキン、サーイン・チーキンが病気になったので、これを治すために、タタル部族のチャルキルのドイ、チャーカルニューデュという名のカム、フシャ、シャーマンを招いた。しかし、その不術も虚しくサインテキンがなくなったので、サインテキンの一族はそのカムを追いかけて殺してしまう。これ以降モンゴル部族と、タタル部族との間に敵対心が生まれ、多年にわたって、 慢性的に戦闘、略奪が行われるようになった。モンゴルのアンバガイカンが、ブイルコとコレンコの間のウルシューン川の麓に住む、タタルのアイリュートビルートという氏族に娘を与えるため、自ら、娘を送りに行ったが、タタルの農民、ジュインイルゲンによって捕らえられ、金帝国の皇帝のもとへと連行されて処刑された。これにより、後を継いだ、クトラカンは、アンバ外観の仇を取るため、 カダンタ使シと共に、タタルのコトン、バラガとジャリブカのところへ攻め込んだ。一方、モンゴルのイエスゲーバートルは、タタルのテムジンウゲとコリブカという二人の頭と、その民をほた。折しもイエスゲーに長男が生まれたため、捕らえた敵将にちなみ、テムジンと名付けた。これが、後のチンギスカンとなる。テムジンが9歳になった年、イエスゲーは喉が渇いていたので、 近くのタタルブの宴会に潜り込み、飲み物を開けてもらった。しかし、テムジンウゲとコリブカの恨みがあった。タタルブ民は飲み物に毒を仕込んでやり、イエスゲーを毒殺した。その後しばらくは、モンゴル部内の分裂があって、両者の争いは一時沈静化す。テムジンが、チンギスカンとして即位した頃、タタルブの主張をめぐじンセウルツラが金朝の儀に従わないということで、 皇帝の命を受けた、王帝上将が軍勢を率いて、タタル討伐を始めた。これを聞いた、チンギスカンは、父の仇を討つ絶好の機会と考え、同盟者であるケレートのトーリルカン、後の恩官と共に、タタルのメグジンセウルトのところへ攻め入った。メグジンセウルトは砦を築いて牢上していたが、チンギスカンらに捕らえられ、その場で殺害された。これを聞いた、王帝上将は大いに喜び。 チンギスカンに、ジャウトクリという称号、トーリルカンには、オン、オウという称号を与え、以来トーリルカンは、オンカンと呼ばれるようになった。1201年、カダギン氏とサルジウト氏は、トルベンブ、タタルブ、イキレス氏、コンギラト氏、コルラス氏、ナイマンブ、メルキトブ、オイラトブ、タイチウト氏、ボルジギン氏の一派らと同盟し、ジャダラン氏のジャムカを、クルカンにいただいて、チンギスカン、 温管に対し戦争を仕掛けた。タタルブからは、アルチ氏のジャリン部下がこれに参加した。1202年、タタルブの茶岩氏、アルチ氏、ドタウト氏、アルクイシラは、ジンギスカンとダランネムルゲスの地で戦ったが敗北し、ウルクイガは、シルゲルジュと側の下半でそのほとんどが、捕虜なり、ことごとく根絶やしにされた。タタルブ族は、 チンギスカンの父の仇であり、祖先の敵であったため、チンギスカンは一人も生かしておかないよう命令し、女、子供はもちろん妊婦の腹を裂いてまで根だやしにしていった。中には、チンギスカンと親族の関係にある、タタル部出身者もいたが、その多くも殺された。そのため誰一人として、彼らを庇っしたりせず、タタル人であっても自らの正体を明かしたりはしなかった。しかし、 チンギスカン自身も、イエスルンとイエスゲンという二人の火をめとったし、チンギスカンの弟である、ジョチカサルも、タタル部人の妻をめとっていた。チンギスカンは、ジョチカサルに、タタル部人千人を殺すよう命じたが、ジョチカサルは、妻のこともあり、半分の五百人を殺して五百人はかくまった。こういうこともあって何人かのタタル部人は、生き残ることができ、後の時代には、 モンゴル帝国の不代家人、オテグボコレに準ずる地位になる者も現れた。現朝騎士によると、タタル部族には以下の四種族があるという、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。